ちょっと今ね、外出かけてて、今帰ってきたんだけど、一つのニュースが飛び込んできました。とある方が YouTube 上で、7段、8段を機に、スーパードラゴンボールヒーローズカードゲームが終わるというね、という動画を上げてたんですけど、僕の意見をちょっと言わせていただこうかなって思います。まず本題に入る前に、ドラゴンボールカードゲームの歴史から、まず第1弾、データカードラスドラゴンボール Z。稼働時期は2005年の3月から2006年の3月までのちょうど1年間でした。この当時は僕はね、まだ、4歳とか3歳で、本当に幼稚園とかだったんだけど、あったのは知ってたんですけど、僕は当時ね、たまごっちのカードゲームをやってたんで、ちょっとね、思い出はそこまでないんですけれども、僕はね、その次のドラゴンボール Z2 から始めます。第2弾、データカードラスドラゴンボール Z2。稼働時期が2006年の4月中旬から2007年の5月中旬。僕はちょうどこの頃に始めて、じゃんけんで勝敗を決めるっていうゲームでした。内容はシンプルだったんだけど、結構奥深さもあって、結構歴史に名を刻むカードゲームだったと思います。僕はまだ5歳でしたね。はい。第3弾、ドラゴンボール Z 爆裂インパクト。2007年の3月から2008年の6月まで稼働してました。で、第4弾、ドラゴンボールダブル爆裂インパクト。2008年の5月から2009年の3月まで続きました。で、ダブル爆裂インパクトっていうと、アラレちゃんとかゴジータがもうブイブイ言わせてた時期で、地球を割ってるアラレちゃんが僕、大好きでずっと使ってました。第5弾、ドラゴンボール対ドラゴンバトラーズ。シェンロンのね、頭が筐体にくっついてるっていうのがちょっと特徴的な台だったんだけど、ここでね、確かブロリー3とかベジータ3が初登場しました。それまではね、結構オリジナルキャラな部分があったんでね。それからですかね、結構オリジナルキャラをゲームでね、追加してくれたのは。同時期が2009年の6月から2010年の翌年の8月まででした。来ましたね。次。我らがドラゴンボールヒーローズ。2010年の11月11日から2016年の11月9日まで稼働してました。ドラゴンボールヒーローズといえばね、ゴッドミッション、ジャークユーミッション、ギャラクシーミッション、めっちゃありましたね。で、2016年11月17日から稼働したスーパードラゴンボールヒーローズ。まあ、こちらはね、今、7段が稼働してますけれども、次はジャーク竜が出るとか、ハッチ役が出るとか、まあ、いう噂がね、立ってるのは、ちょっと置いときましょう。本題に入ります。スーパードラゴンボールヒーローズ、8段で終わるのか、7周年で終わるのか説。結論から言うと、まず普通に考えて、終わりません。まずね、7年続いたカードゲーム、しかも7周年の年に、きっぱり終わるってことがまず、ないでしょ、考えてみて。8段、10段、8段、10段で終わってきたから、次のスーパードラゴンボールヒーローズも8段で終わるんじゃないか説もあったんだけど、まあそれはね、別に、まあスーパードラゴンボールヒーローズって筐体がね、入れ替わったばっかりで、しかその筐体自体も契約なんですよ。契約で、携帯みたいに何年契約とかがあるんで、まずね、なくならないです。8段ではなくならない。たとえ8段でスーパードラゴンボールヒーローズが終わったとしても、なんとかミッションとか出てくるから。それは、皆さん期待しててください。あくまで予想に過ぎないですが、皆さん、これからもドラゴンボールヒーローズ、スーパードラゴンボールヒーローズを楽しみましょう。というわけで、ちょっと寒かったんですけど、スーパードラゴンボールヒーローズ8段で終わるについての、見解でした。ではまた。